向かって左、手すり野郎様、前をお願いいたします。向かって右、杉谷様、前へお願いいたします。それでは手すり野郎様正直、大喜利の中で今年一番合ってた人だぜ大喜利以外と。でも、多分対話初めてなんですよ。どうなるか全然分かんないところですけど、頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。向かって右、羊狩り様、前へお願いいたします。いただければそうですね、あの手すり君とはあのすごい仲良くさせていただいてるし、今多分一番脂が乗ってる人だと思うので、一番当たりたくなかったんですけど、まあ当たったからにはやるだけのことをやるだけかなと思いますので、よろしくお願いします。続いては歌の画像で一言、このお題で3分間スタートです。爆発とかいろいろなことが起きているところを爽やかになる。コーヒーもだんだん打ち抜かれてます。金魚鉢も打ってます。どうだろう、なんだろう、大変なことが起きているのはなんとなくそう。手すり野郎様、いやー有給使うの今日だったな。はい、羊狩様。おあの店豆を変えたな。今そのコーヒーが大変なこと。さあ、1分がそろそろ経過しようかというところです。時間は3分か。手すり野郎様。おお、晴れてるから全部見えるね。ちょっと広くなってるんでしょうね、普段より。この画像どうやって見つけてきたんですか。これはなんかの映画のポスターですね。スリーですね。なんかですよ。はい、ひつぎがり様。金魚買えたし、いい滅びだな。金魚も滅びてしまうんだ。手すり野郎様。お父さん、気球とか乗る人だったんだ。奥様から残り1分です。あの UFO がメインディッシュかな。一番このメインをメインって言うとでしょ。放送の表記もあって、手すり野郎様、焦ってなかったら企業主とか持たないよ。今残り10秒切っております。羊狩り様、歩行者天国。ここで時間が参りました。はい、終了です。それでは面白かった方に、拍手をお願いいたします。向かって左、手すり野郎様が良かった方、拍手。勝利した手すり野郎さんです。